おはようございます。お疲れ様です。マハスピード遅急の肩慣らしです。はい、ありましたけどもね。はいはい、通過合格しましたー。まあそれにするよね。そんなするんや。 M1 番イエーイ。いやー、初めてだね、追加みたいな。追加合格ってしてみたかったんすよ。わかるわかる。あのちょっとなんだろう、うん、あの闇じゃないっすよ。はいはいはい。いいね。わかるわかる。一回こう、ダメだったかってなったの、この時の。ちょっと経験してみたかった。わかる。だってさ、なんか、別にストレートでさ、3回戦まで行ってもさ、別にそんなにさ、そんなに話題にも別になったこともないじゃん。俺ら特にね。俺ら特にさ、なんか知らないけど。そう。なんだろう。非常に静かに、粛々と、粛々と3回戦に。おめでとうっていうのも、2、3人から LINE 来てぐらいのさ、結構ね、感じ。俺もこう、近年ゼロだったもん。マジ？おめでとうなんて。もう誰からも来ないの？誰からも、なんか、後輩、ああ、とか、が、へへ、みたいな感じで。飲み手で。うん。フルラインぐらいで。さんですみたいなね。それもどんどん少なくなってたから。わかるわかる。まあ、そう。まあ、前、何回か行ってるからっていうのがあるんだろうけど。もうで、結構行ったらもう、わかんない、うん。俺の記憶が確かならば、もう、6年ぐらいは3回戦行ってんのかな。1回2位でダメだった時あるけど、大概。あった？あるあるある。大概。何のネタだったっけ？それはね、なんか。俺が作ったやつだった。ああ、そうだ。最低な。本当そんな言い方すんなよ。本当だね。何だったんだろう、あの一年。うん。なんか、そうだ、漫才ライブみたいな。ああ、そうだ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 。漫才だってやってたんだけど、まあ、結局その時はダメだったんだけど。やっぱダメなんだろうね。うん、ダメなんだろうね。思考が詰まってんだろうな。やっぱなんとなく主導権が俺みたいな雰囲気になってたから、それがダメなんだと思う。じゃなくて、その、うん、思考がつまんねえんだろうな。なんでそういう言い方すんの？なんなん？おめえとしてんの？なんで喧嘩しようとすんの？なんで今話違くしようとしたの？手と手取り合っていこうや。何を。なんかはっきり最初から刺しに行ったのに、刺されてない、気づいてないみたいな。あ、ダメなんだね、坂ちゃんの思考とかやめろよ。思考って言ったのに。なんか主導権がね、俺になってたのがダメなんだ。違う違う違う。そっかそっかそっか。あったんだ。ダメだった時あったけど。まあ、ウェイトソル以外は。そう、うん。だから、まあね。びっくりしたのが、なんか、やっぱ、その、なんだろう、すごいおめでとうみたいな感じになってるよね。なんか。いや、そこ、ついのが目立つのよ。ああ、でもさ、まあ、ハスピード剛速球なんて、本当に書いてないのよね。別に合格しても。合格しようが何しようが。2、3人チロチロっと、なんか、しかも、この人知ってるみたいなさ、そうそうそうファンみたいな人が書いてくれてる。もう、誰だかわかんない人が、あ、トンツカタン、まあ、ハスピード剛速球とかさ、まあまあまあ、そうだね。なんか、M ソンズ時代から見てたから、泣けてきたみたいなさ。泣くな。毎年行ってるから。決勝行ったと、まあ、勘違いしてんじゃないこの人っていう。ああ。なんだろうね、あの感じ。やっぱだから、こう。ドラマが、ね。人はやっぱこう、ドラマを見たがるというか。まあそういうことか。やっぱそういう格闘技でもそういう選手の方が人気出たりするからね。やっぱずっと。ああ、なるほどなるほど。うん、アーネスト・オーストとか、うん、全然人気なかったからね、やっぱね。この3回チャンピオンになってたりしても、うん。やっぱそのドラマを作るピーター・アーツだとか、一回ちょっと落ちたりとか。ジェロム・レバンナとか、うん、怪我したりとか、なるほど。1年ぐらい休んだりとか、一回落ちたっていう、やっぱこう、のに、人は、こう、燃える。揺さぶられる。セームシュルトの人気のなさね。あの、4回連続ぐらいでチャンピオンになってるのに、もう強すぎて。応援とかじゃねえんだ。うん、な、負けろみたいな。言われ方してた。みたいなね。勝ちすぎ、強すぎる、冷めるみたいなのがあった。やっぱそういう、やっぱこう。不思議やな、そういうもんなんだね。なんか、すごい。とはいえ、ほんと嬉しかったな。すごいおめでとう。だから、でも、そうっすね。すごいね。みんなの。皆様のおかげですね。あれ発表された時さ、うん、やっぱもうトレンドが追加合格トレンド、トレンド追加合格とかなってさ、あれこう、何、スワップをちょっとするとさ、更新されるわけよ、トレンドが。するともう一回やると、何なんだっけ、コマンダンテとかさ、スワップしたらトンスカタンとかトレンドに上がってんの。俺10回ぐらいやったのに一向にも発表。そりゃそうだよ。あの、いっぱいって言ったって目で終えるぐらい。
13件ですよ。でもいっぱいって。同じルートを歩んでるんだよ。一回ダメで。全然。そんなさ、大人気ですから。みんな同じルートでこうなってる。みんな大人気ですから。あ、そうですか。いや、まあ、まあ。もうトレンドに入ることは、ないのかな。なかなかないですから。人生。まあ、コマンダンテさんとか多分ラストイヤーとかなのかな。あ、そうなんですか。いやー、それで、もう今、うん、出順が出たんですけど、うん、見た見た。なんと出順が、うん、B ブロック30日の夜の部、うん、18時からのぐらいから、夜の部、18時ぐらいの部から部の B ブロックの、うん、鳥前です。はいはいはい。で、鳥が、うん、マッハスピード剛速球の後、うん、ランジャタイ。ランジャタイ。ということで、エモいね。エモいよいやだからこれさ、本当 M1 のなんかいいところというかさ、うん、選手をこう、うん、点で追ってないというかさ、うん、ずっと線で追ってるからこんなの多分全然偶然でもなんでもなくて、そうなのかな。いや、いるでしょ、そのちょっと試合組む人が、あー、何それこそ格闘技とか分かんないけど、まあまあなんかなんとなくね、まあそのガチガチにこことここはって最初から決めるんじゃなくて、なんとなく、この時間のこうだから、あ、ここ一緒にしたら面白いじゃんみたいな、そうか、ちょっと感じ、ちょっと思ったんだよね、意図的なのかなって若干思った。全体的にガチガチな意図ではないけども、うん、こうやっていく中で、もともと多分スケジュールとかの都合で、うん、B ブロックはこのグループとかある中で多分、うん、ここぐらいでいい、こう、あ、こう同じ人生でなんか仲良くてみたいなのがあったんだろうね、もしかしたらだと、そうね、思うから、うん、やっぱなんかすごいね、 M1 ってと思うよね。すごいよね。やっぱドラマを大事にしてる、ああ、 M1 の特徴が出るというか。確かにな、あの交番は線で見てるよね。うん、ランジャタイとは我々はあのオフィス来たので、昔同門で、同門であの仲良くしてて、でこの前の我々の単独ライブにもあの今売れてもう忙しい中、うん、ランジャタイが出演してくれて、うん、みたいな中ではありますのでね、うん、まあまあ、いや嬉しいね。ちょっとお客さんにも、だってランジャタイのね、お客さんもいっぱいいるってことだからね。うんうん、いやー、来るだろうね。ちょっと、楽しみだね。そうだね。普通の、吉本芸人見てる、見に来てる人たちよりは、ちょっとは、ね、見てくれるんだ。うっすら、まあ、生してるけど、まあまあぐらいでしょ、いつも。多分そんなんでしょ。うん、あ、そんなんどころじゃない、もう。あーあー。ああ、知らん、なんか。なんちゃら。漫才。漫才だ、なんか、つまんない。知らない、笑わない、笑わないし。そこまでじゃない。そこまでなのか。てか、その、袖にランジャいるだけで安心するよな、多分な。なんか知らない芸人と袖にスタンバイっていうのがあるんですよ、 M1 って、はい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 、今コロナ禍だからずらーっとは並ばないんだけど、うん、まあ、昔ならずらーっと並んでてね、うん、その並んでるところにやっぱいつも一緒にならない人とかいると、うん、ね、うんうん、あんまその緊張感があるというかね、それがいつも一郎のライブとかで会ってる人たちだと、うん、まあ緊張が和らげていいポテンシャルを発揮できる時があるっていうのは、うん、昔一番 M1 で受けた時は、うん、俺らの後が、うん、湘南デストラーで、あ、そうだったっけ、だった時で、うん、やっぱあれは心がもしかしたらいつものライブの感じに慣れてたのかもしれない。そういうのは、まあね、もしかしたらだけど、うん、わかんないけどね。でも、ここ、後ろに、ランジャいたらね、ありがてえよな。ものすごい邪魔してくる可能性あるよ。気持ちがいいよ。クニちゃんあたりが。いやー、やるかな。ちょっと余裕あるだろうし、やっぱランジャタイで。ね、あと、絶対に、絶対にだよ、わかった、わかったから。絶対に。すごいからね。絶対絶対わかったから。絶対にすごいのやられるかもしれないから、ね。逆に気が散っちゃって。絶対に転んじゃダメだまあ楽しみだね、よかったね。30日嫌だったからね、2回戦で終わっちゃうのはそうだね、ちょっと楽しみが増えましたね。さあもうこっから審査員さんも変わってきて、うん、どう見られるか。そうだね、我々のお漫才が、あの YouTube とかね、多分またね、うん、3回戦からは動画が、ネタ動画が見れるっていうことなので、
そうか、ギャオで配信されるからね。ギャオかな。ギャオ去年 YouTube だった。ギャオ。あ、そうか、YouTube でもやってるんだけど。まあそれが楽しみだね。うん。なんかネタバレとかじゃなくて別に、うん、やっぱみんなに見てもらえるのがありがてえから。まあ、お、すごいじゃん、ランジャタイのどこでやる放送するから、うん、めっちゃ見られるじゃん。今まで、いや、これほんとね、運があるんですよ。あれって順番だっけ、ちゃんと順番になってるっけ。いや、そうそうそう、そうだよ、そうなんだ。確かに。さ、3つ、3組ずつぐらいじゃないの確か。順番になってたっけ、違ったっけ。あ、それあれ1回戦のやつかな、あれなってたっけ。いや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 、順番でしょ、確か。でも3、3で分けてたら、ちょうど俺らで切れて、次ランジャタイ前。いやいや、鳥だから。それは鳥。B グループで。グループじゃないの違うのかな。いや、分からんけど。いや、分かんランジャタイからってやり方しないじゃん、絶対。しない。動画再生上げたい、運営陣は。そうだね。ね、最後まで見てほしいんだから。まあ最後に来るようにするってなったら、うん、なんか、えらい、少ない時あったからな。あったあった。なんか。俺、去年かな。あった。なんか、なんだろう。覚えてないけど。なんかもう、そう、全、もう、全員を、なんか。失礼になっちゃうから言えない。うん、同じような。同じような名の売れ方で。同じような感じの。全然損してんじゃん、みたいな。いや、これでかいよね、だってね。全然違うもんね、再生数が倍、3倍上がるってことは、見てくれる人が増えるってことだから。これはいいです。俺、ありがたい、ありがたい。関係者の人も見るわけね。いやー、まあ、動画しようが、動画しようが、動画見れるんでね、それ楽しみにしてください。では、頑張ってまいります。30日。まあ、もうチケット売れちゃってるからね。はい。行ってきまーす。行ってきまーす。